いわき FC に進んできました。初先発、さあ長いボール1本、足元収まって中に送る、決まった、追加点カナダ、杉浦恭平今日2点目。鮮やかな追加弾、これも1個飛ばしたところでサイドを変えてサイドバックの背後、このファーストタッチですよね、まあ、ほとんど大井選手のゴールといっても過言ではないぐらい、これ止めるのはかなり技術的にもレベル高いと思いますね。杉浦選手はもう本当に合わせるだけっていう素晴らしいゴールでしたね。